アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦ですが、現在、第7艦隊所属となっている、アメリカ級強襲揚陸艦アメリカ、佐世保基地所属となり、任務についている、ワスプもそうですが、ストブル艦載艦になっています。戦闘機ハリアーを艦載していたのですが、現在は、F-35B、ストブル戦闘機を艦載しているということです。この形態にヒントを得たのでしょう。防衛省は護衛艦出雲、加賀をストブル艦載艦として、改修予算を盛り込んだ計画を立てているのです。防衛大臣の発言によると、有事の際に艦載する予定ということで、常時艦載機を乗せるというわけではないようです。では、防衛省が参考にしたという強襲揚陸艦について説明していきましょう。海上自衛隊所有の艦艇の中で、最大の大きさを誇るのが、ヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれている出雲、型の出雲と加賀の2隻です。これらの艦の全通甲板に、F-35B ステルス戦闘機を、運用、搭載を前提として改修されることが公表されたことで、その空母化の動きに、注目が集まってきました。同じように、F-35B ステルス戦闘機を艦載機として使用することになったのが、アメリカ海軍の強襲揚陸艦ワスプですが、この艦と伊豆、元の比較を含めて、見ていこうと思います。まず、二つの艦艇のサイズです。ワスプは、全長約 258m、全幅約 42.7m、満載排水量が、約4万1000トンとされています。出雲は全長約248メートル、全幅約36メートル、満載排水量が約2万6000トンと言われます。数字を見る限り、どのサイズもワスプが伊豆もより大きいことがお分かりですね。排水量の大きさから見ても、収納可能容量の違いが予想できるデータになっています。ワスプは F-35B ステルス戦闘機を搭載する前には AV-8B ハリアーに戦闘機を6機搭載していました。本来としてはハリアーが F-35B ステルス戦闘機に置き換わったということだったのです。この点だけを見れば短距離離陸、垂直着艦可能なストブル機を最新鋭戦闘機に更新したという形になるのですが、アメリカ軍は、搭載する F-35B の数を10機以上に増やして、運用テストを行っているのです。これは、正規の大型原子力空母に対して、ライトニング空母と呼ばれる運用形態の実験ではないかと見られています。当然ながら、伊豆、物あり方にも、影響を与えていると思われます。そもそもですが、強襲揚陸艦としてのワスプ艦載機の役割というものは、上陸する海兵隊部隊へ、前線で、航空支援任務が主軸として考えられていたそうです。今回の艦載機数増加テストは、こういった概念からの転換を意味しているもので、どちらかといえば、小規模な敵に対しての航空攻撃を担う空母的役割を持たせるという目的があると見られます。このライトニング空母を運用することによって、従来からの大型原子力空母戦力を、より大規模な戦力を有する敵、例えばロシアや中国など、に集中させることを目的としたものなのです。つまり、小型艦艇は、敵の小型艦艇に相手をさせ、大型は大型同士戦うという考えなのでしょうね。物理的に艦載するすべての航空機を、F-35B ステルス戦闘機にしたなら、マックス約20機まで艦載できるとみられ、軽空母的航空戦力を持っている艦艇により近づくと言えましょう。とはいえ、現実的には、航続距離の短い F-35B ステルス戦闘機のため、空中給油機や各種哨戒機を任務から外し、
F-35B へ回すということはありえないでしょう。といった観点から、ワスプでは10機程度の搭載に落ち着いたと考えられるのです。ちなみに現在ワスプの艦載対象になる F-35B ステルス戦闘機は、アメリカ軍岩国基地に16機が配備されているので、全てとはならないでしょうが、その中から充当される予定ということです。このワスプ運用方針の転換ですが、日本としても手放しで安心するわけにはいかないようです。というのは、強襲揚陸艦から転用が原因で運用面での問題点も指摘されているからです。ワスプにはスキージャンプ式発艦装置が備わっていません。ですから、F-35B ステルス戦闘機は、エンジンノズル部分を斜めに下げ、機体中心のファンも併用する方式で発艦、離陸することになります。また、機関時の着艦において、ファンを使用しながら、エンジンノズルを90度まで傾斜させた上で、垂直に着艦することになるので、スペース面を考えても、一見、何ら問題はないと思われます。しかし、この離着陸方式は、F-35B ステルス戦闘機にとっては、最も、機体に負荷が生じる運用方法なのです。具体的には、航続距離と実装可能な兵装に制限がかかるものと予想されているようです。試算上、スキージャンプ方式で運用する場合の F-35B ステルス戦闘機に比べると、兵装や燃料の重量を約 85% から 90% に抑える必要があると言われているのです。となると、作戦範囲が狭くなるというネックが出てきます。このデメリットを補うためには、空中給油機とのセット運用を考えなければならないと言われています。また、大型の原子力空母などと違って、構造上仕方のないことですが、全通甲板が直線なので、同時に発艦できるたった一機に限定されてしまうのです。上記2点が専用空母として設計されていない、ワスプの課題点として指摘されますが、ワスプのみならずイズモにも当てはまるウィークポイントと見られるのです。強襲揚陸艦であるワスプは、海事では輸送艦と称されている、大隅、満載排水量14000トン、全長178メートルに相当する艦艇です。大隅ハホバークラフト型エアクッション艇 L 脚を2隻収容できるのですが、ワスプは一回り以上大きいので、同艇を 1.5 倍の3隻収容することが可能です。本来なら、強襲揚陸艦を空母化するというセオリーでいけば、大隅が近いはずなのですが、全長 178M というのでは、F-35B ステルス戦闘機を発着艦させることは、できないのです。長さという点では、F-35B ステルス戦闘機運用に必要な要件を満たしているはずのイズモ、ですが、スキージャンプ型発艦装置を備えるのは、難しいと見られています。そういった意味からもアスプはイズモのケーススタディとして注目するべき艦艇と考えられるのです。しかし、現実的には、航続距離の短い F-35B ステルス戦闘機のための空中給油機や、各種の哨戒機、哨戒機を除くことは、ありえないことから、ワスプでは、10機程度の運用に落ち着いた模様である。ちなみに現在、ワスプの艦載対象となる F-35B ステルス戦闘機は、アメリカ軍の岩国基地に16機が配備されており、前期とはいかないが、その中の機体が充当される予定だ。この、ワスプの運用方針の転換は、手放しで安心するわけにはいかず、
強襲揚陸艦からの転用ゆえの運用面での問題点も指摘されている。ワスプは、スキージャンプ式の発艦装置を備えていないことから、F-35B ステルス戦闘機は、エンジンのノズル部分を斜めに下げ、機体中心のファンも併用する方式で発艦、離陸する。また、機関時の着艦では、同じく、ファンを使用しつつ、エンジンノズルを90度まで傾斜させた上で、垂直にこれを行うことで、スペース面では、一見と言わない。しかし、この離着陸方式は、F-35B ステルス戦闘機からすると、最も、機体に負荷が生じる運用方法であり、具体的には、航続距離と実装可能な兵装に、制限を与えるものと予想されている。試算上では、スキージャンプ方式で運用する場合の F-35B ステルス戦闘機に比べ、兵装や燃料を約 85% から 90% の重さに抑える必要があるとされているのだ。